ジョージア州アトランタ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシアトルシーホークスに所属している。ポジションはディフェンシブエンド。ジョージア州ストックブリッジの高校に通ったが、コーチの指導を無視して有望な WR にタックルし、チームを追われた。同高校ではわずか3試合の出場にとどまった。その後、ストーンマウンテンの高校に転校したが、 高校で再びフットボールをすることができないことを初めて知った彼はその後退学した。この頃数週間刑務所にも入っている。バトラーコミュニティカレッジを経てマウントサンアントニオカレッジに転校、同大学では72タックル、16サック、3ファンブルフォース、1TD を挙げた。2010年にウェストバージニア大学に転校、全米2位の14サックを挙げて、 ビッグイーストカンファレンスのセカンドチームスポーツイラストレーテッドからはオールアメリカに選ばれた2011年はシーズン終盤の5試合で6サックを挙げた2012年の NFL ドラフトでは最も優れたアウトサイドラインバッカーディフェンシブエンドの一人と評価されたドラフトでは一順15位でシアトルシーホークスに指名されたがこの指名は批判されたこれは ウェストバージニア大学の選手としては2005年のパックマン・ジョーンズ以来の早い指名であった。5月にその年のドラフト一巡指名選手としては一番早く4年間934万ドルで契約を結んだ。2012年第3週のグリーンベイ・パッカーズ戦では2サックを挙げた。第5週のカロライナ・パンサーズ戦でも2サック、1ファンブルロースを挙げて、 開幕から5試合で4.5サックを挙げた。この年彼はローテーションで起用され8サックを挙げた。2013年5月17日、7月、ピート・キャロルヘッドコーチは、アービンをアウトサイドラインバッカーにコンバートする考えを示し、彼はマルコム・スミスとアウトサイドラインバッカーのポジションを争った。2014年第8週のカロライナ・パンサーズ戦では、 キャムニュートンを2サックして13から9の勝利に貢献した。第9週のオークランドレーダース戦ではインターセプトリターン TD を上げた。第17週のセントルイスラムズ戦でも49ヤードのインターセプトリターン TD を上げた。この年37タックル6.5サック1ファンブルフォースにインターセプトを上げた。ディビジョナルプレオフでもニュートンをサック チームは31から17で勝利した。第49回スーパーボールでは、ニューイングランドペートリオッツの手ロブ、グロンコースキーを殴り、退場処分を受け、その後1万ドルの罰金を課された。スーパーボールで退場となったのは、彼が初めてであった。2015年、5年目の契約オプションが、シーホークスから見送られた。 2016年3月10日にオークランドレーダースと契約を結んだ。ニューオーリンズセインツとのシーズン開幕戦ではドリューブリーズをサックするなど活躍を見せ35から34で勝利した。メキシコシティでのヒューストンテキサンズ戦ではブロック、オズワイラーをサックするなど活躍して27から20で勝利した。第15週のサンディエゴチャージャーズではフィリップリバースを2度サックし、 守備部門の週間 MVP に選ばれた。この年は16試合、全試合に先発出場し、57タックル7サックを記録した。レーダースは AFC 西地区12勝4敗でプレーオフ進出を決め、2017年1月7日のプレーオフ初戦となるテキサンズ戦では、アービン自身初のプレーオフ出場となったが、チームは14から27で敗れた。 ワシントン・レッド・スキンズ戦にて、サマ・ジェペリーンにタックルする、アービン2017年12月3日の、ニューヨーク・ジャイアンツ戦では、ジーノ・スミスに対しサック、8回のタックルを記録し、24から17での勝利に貢献した。第14週のカンザス・シティ・チーフス戦では15から26で敗れるものの、アレックス・スミスを2度サックするなど活躍を見せた。 このシーズンも16試合に先発出場し、キャリアハイとなる58タックル、8サックを記録した。2018年10月7日のロサンゼルスチャージャーズ戦では、キャリア40回目のサックを記録した。しかし11月3日に、レーダースからリリースされた。2018年11月8日に、アービンの地元でもあるアトランタファルコンズと1年契約を結んだ。 ファルコンズでは8試合に3.5サックと13タックルを記録した。2019年の3月19日、カロライナ・パンサーズと1年契約を結んだ。13試合に出場し、タックル36回、サック8.5回、ファンブル・フォースドを1回、セーフティ1回を記録した。2020年3月18日に、シアトル・シー・ホークスと契約合意した。しかし、第2週で、 全十字人体損傷の怪我をややある入りした。ドラフト指名前には、フットボール IQ を不安視された。ありがとうございます。